特定非営利法人銀座ミツバチプロジェクト、私、副理事長の田中と申します。よろしくお願いします。私たちの団体は2006年、ちょうど桜の時期にということで、屋上に、銀座の屋上に巣箱を置いてミツバチを飼い始めました。一日40万人集まる銀座の町で、果たしてミツバチ飼っていいのというふうにご心配する声もあったんですけれども、 蜜蜂は直接巣箱から花に飛んで帰ってくる、まあ、そういう生き物なんで、えー、人と屋上ですからすれ違うことがない花があれば見ることができますけど、えー、そういうプロジェクトでスタートしました本当はえ岩手県の養蜂家さんが屋上を探しているっていうんで貸してあげることで消費する銀座の街で蜂蜜を取るそんなことができたら面白いねっていうことが二転三転して。 急に自分たちが買うことになってから騒ぎが始まりました。で、えー、それからもう十七年目のシーズンが終わりました。今銀座で三箇所、四丁目、三丁目、二丁目のビルの屋上を借りてます。それから丸の内でもこれは銀座の蜂蜜ミツたちがって丸の内のハチミツということで三菱事所さんにも協力していただきながら二箇所。 こちらが丸の内が今年は500キロ銀座3カ所で1,200キロ1,700キロですねおよそ2,200キロ2.2トンのハチミツが取りました国内生産量が2,800トンですから0.08%がこの町で取れちゃったということですね。それだけ銀座の町の周りにたくさんの緑があった花が咲いていたと。 いいうことだとだ思いますあの人間が、えー、景観が良くなるように、まあ、花を見られるようにということで、えー、銀座の周りでもお皇居や浜離宮それだけじゃなくて、えー、霞が関や土地の木だとか、えー、それから皇居の周りはユリのノキという香木が咲いてます、えー、さらにはマロニエ通りのマロニエ、えー、それから並木通りは林殿 町の中にたくさんのですね花を咲かせているでも動けない木々は前から花を咲かせてたんですね、えー、ですから花を咲かせても蜜を夕べには吸ってしまっているところがミツバチが来ることによってどんどん蜜を出して、えー、受粉をして実をつけてそれを鳥が食べて遠くへ運ぶという命のつながりが見えてきました私たちはここから急速にですね蜂蜜を単に取るだけじゃなくて えー、緑を増やしましまょうこれは、えー、私中央区のグリーンインフラの委員もやってるんですけども、えー、中央区としては緑を増やすといってもですね、えー、半分が道路と河川河川運でですですから、えー、ビルを壊して、えー、公園を作るということはなかなかできないものですから屋上緑化をしましょうということで、えー、松屋さん三越さん 時事通信社さんそれから銀座中学校さんさまざまな屋上に緑を増やすというようなことで広げて協力させていただきましたところがですねやっぱり手間がかかるんですねそこで私たちは地元の福祉作業所のアリストランプさんにお願いして草刈りだとかそれから苗植えというようなことを協力していただいています それはち、えー、蜂蜜もですね以前は自分たちで詰めてたんですが、えー、しっかりとした設備があるということで、えー、浜町のクローバーズピアさんにお願いして今こういう、えー、小瓶が実は4,500個も注文いただきましたんでこれを今詰めていただいてる最中です。前はですね、えー まあ少し安くお願いできればいいなと思ってたんですが、えー、とても大量な数はこなせませんですから今地元の皆さんの、えー、この福祉作業所の皆さんとの連携というのは欠かせなくなりましたっていうことは私たち環境活動をしているだけじゃなくて、えー、とても大切な仲間たちとのサプライチェーンを作っているということなんですねですからさまざまな多様な皆さん、まあ、まさに今 s d g s n、no、o ワン e フ l e f t b e h i n d という話がありますけども 単にそれから中国の子どもたち保育園とか幼稚園小学校なんかにも環境教育以前から行ってたんですがこのコロナ禍で止まってしまったんですがなかなか子どもたちがその生き物に触れたりそれから土を触ったりする機会がない子どもたちそういった子たちに 命のつながりということをお伝えするようにしております。まあこういった活動が今でも続いているということでございます。これはですね銀座イモジン、実はジョネンのイマジンをもじってるんですけれども、あのミツバチを飼うのは結構ハードルが高いですよね。 えー、それで緑化を進めていく時に芋だっっったたたらら誰でも植えられるんじゃなないいかとと思っててそういったことを提案してしきま夏にはたくさんの葉が茂って、えー、で秋には芋が取れてでまた日差しが戻るというような形で、えー、相談したところがたくさんのデパートさんとか結婚式場さんだとかですね今、えー、法政大学立教大学千葉商科大学 大正大学、明治学院大学、えー、それ以外にも建設会社だとかホテルだとか、えー、40団体ぐらいの仲間がですね、モキンザを飛び越えて芋づる式に仲間が増えてます。えー、さらにはあのミツバチプロジェクトが全国に広がって100カ所ぐらい今広がってるんですけれども、札幌の大通りでも、えー、札幌ミツバチが えー、札幌芋人を作り始めてそれから名古屋もです、ねえー、長者町芋人それから、えー、先日私はあの宝塚にも行ったんですが兵庫県の宝塚、えー、ここに、えー、たかあの発電所の下でこう市民の絵があるんですがそこで、えー、100人ぐらいの皆さんと芋の収穫に呼ばれて行ってきました朝9時に宝塚に来てよって言われたんで前日から泊まることになったんですけども。 宝塚市長とか近畿大学龍谷大学地元のコープ神戸の家族たち大変なにぎわいで私たちも知り合いの宝ジェヌ元宝ジェヌの方も連れてってですね芋の収穫をして宝塚芋獅子ができるですから今このように環境というものが緑を増やそうというよりも自分たちのアクションが えー、そこから新しいプロジェクトができてで当然お酒になればみんなで飲みましょうよというまたコミュニケーションのツールになるんですね。ですからミツバチも、えー、そうですけども芋でさえコミュニケーションのツールになるというようなことが実現できてきました。えー、ぜひ、えー、皆さんにもです、ねえー、ご当地、えー、植えて、えー、このお私たちののネットワークの 仲間ににななっていいいいたただけたら面白いなとうううふうに思いますそうですねでも冗談みたいな話をね銀座で芋作って焼酎でも作ったら面白いよねっていう話をしたら早速あ,のある方が京橋税務署さんに伝えてくれてえ主犯の免許を取れるように指導するというおっしゃっていただいてそれからあの 九州の武前の後藤市長がですねうちが後藤酒造だからうちの蔵で田中さんの夢叶えようよとで足りない分は無農薬で地元の福祉作業所の皆さんが芋を作ってくれるからということで協力していただきました、うん、そうですね多分ですね面白そうだねっていうことだと思うんですよね。うんはい これやっぱり夏の暑い時にミツバチの作業をやってですね蜂蜜を取るのも結構なな重労働なんですよ、えー、最近特に夏が暑いですからそういう中でボランティアの皆さん汗だくになって手伝ってくれてね、えー、帰りにこの小瓶が一つもらえるだけなんですけどもすごく皆さん危機として手伝いに来てくれる。今でも 暑い中水をやってるんだけど自分だけじゃなくて、えー、全国のさまざまな仲間が芋に水をやってると思うと面白いですよね。で実はあの来週ですね、えー、芋の収穫が終わって全部計量してるんで全国の仲間たちの,その集計が集まってですね、えー、芋リンピックを銀座でやります。芋の収量を競ううとということで そこにまた学生たちが来てですね法政大学の学生の子たちはこれにこのお酒に合う江戸東京野菜でレシピを作ってですね当日は紹介してくれることになっているんですねね、うん、そうですた、ね、たくさんの失敗もありましたけどね。 えー、実はコロナ禍の中に、えー、いつもたくさん蜂蜜を買っていただいたりして、それが私たちの活動につながってたんですけれども、百貨店もホテルもレストランもバーに至るまで、すべてが止まってしまいましたよね。もう大変でした。資金繰りもどうしようというふうに思いました。でもあのー、自分たちがさまざまなプロダクツを作ってみて。 それを皆さんにお示ししたら皆さん積極的にですね支えて買っていただくようになって先ほどこの小瓶だけでもこの2月までに4,500個もご注文入ったんですけどもそれはただ単にハチミつというよりもこういう活動に共感をしていただいた方々に支えられているというふうに思いました。そそれから全国のの三橋プロジェクト仲間ももですね厳しいい状況一緒に乗り越えようと、まあ、そうとったものが 力になってか、えー、か次のステージにに来たんじゃないかなといいいとううふうに思います、ね、あの今ですね社会が本当に分断してしまう、まあ、都会は特に、えー、以前も「共同ステーション」のね、えー、お話し合いの中に、えー、高層マンションに住んでて、えー、コロナ禍もあって人とお話ができないつな、えー、がりが持てないっていうお話が あっったたよう伺ってました、えー、すごくこの今社会のそういう分断、まあ、世界では戦争まで始まってしまっている、えー、一方でこの気候変動の影響というのは多くの生き物に影響を与えている私たちが、えー、アクションを起こすことによって少しでも地域の課題解決できたらいいな。えー、実は、えー まあ東京なんかはもうご承知のように月曜日になると電車がね、えー、人身事故で止まったりする時には電車の中でこう刃物を振り回すような危ないことも起きたりしますよね。すごく皆さんそのストレスを抱えてるんだけどもこれはあの順天堂大学の先生から伺った時に、えー、生き物に触れたり 食べるものを育てたり、土に触れたりすると、すごく心が落ち着くという話がありますけれども、実はこれを、えー、順天堂大学では唾液で検査をしてわかるようになったんですね。そうするとその前と後で、えー、ストレスホルモンが急速に下がって、幸せホルモンが上がる。今、大手企業の経営精神的な疾患の損失が8兆円と言われてますけれども、日本の農業の売上が9兆円。 もしそれが1兆円下がったら、農産物の売り上げが1兆円上がると一緒ですよね。ですから社会の仕組みの中に、私たちの都市の活動の中にこういった取り組みを入れることによって、えー、健全な社会というものが、えー、ただ単に気候変動だけじゃなくて、私たちに欠かせないインフラというふうになるんじゃないかなというふうに思っています。そうですね。私たちあのこういう活動をしてるんですけれども、 メンバーも限られてている中で活動しています例えば屋上緑化とかまたはこういう養蜂活動で区民の方でぜひ手伝ってもいいよとおっしゃる方がいらっしゃればお問い合わせ頂ければありがたいしそれから商品開発だとかそれからその作ったもののプロモーションデザインまたはファイナンスだとか。 中央にはたくさんのナレージが集ままっていると思います、まあ、そういった方々の皆さん持っている知見をですね私たちみたいな小さな団体にアシストしていただいて支えていただければありがたいな私たち将来この活動をですねできれば日本だけじゃなくてアジア世界に広げたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。